はいどうも峰島です。今回はですねサル痘についてお話ししていきたいと思います。コロナについてね、コロナがやっとなんかいろいろと帰国ね緩和してみたいな感じになってきている状態なんですけども、コロナについてサル痘という伝染病がまた流行りそうな感じなんで、このサル痘について僕もいろいろと調べてみました。専門家に聞けばいいって話なんですけれども、少しでもねこうやって動画にしておくことによっていろんな人にそのサル痘はどういうものなのかっていうのをお伝えしていきたいなと思いまして、なるべく僕も専門家の動画を見てですね間違わないようにいろいろ調べてみました。その結果をお話ししていきたいと思います。日本でもね東京とかでサル痘の人が確認されたっていうことで、これ何なのかって話なんですよ。サル痘症状とかで検索していただくとですね、画像検索ねもうすごいんですよ。この辺ブツ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 っていっぱいできてる画像が出てくるんで、いわゆる発疹ってやつですかね。症状的には結構えぐいっす、見た目が。じゃあどういう風にお医者さんとか見てるのかって話なんですけど、これ結構ね感染がねいろんなところからしてるみたいで、もともとはアフリカの病気なんですよ。アフリカで今げっ歯類ですね、例えばネズミとかリスとかそういう類の生き物がですね、これが 25% ぐらいかかってるそうなんですよ。かかるとどうなるのかっていうと、こうやってブツ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 って、顔だけじゃなくてね全身にできちゃって熱が出たりとか、体の節々が痛くなるのかな、あと倦怠感ですよね、だるくなるっていうのが出てきたりとか、ほっとくとどうなるのかっていうと、やっぱり内臓系とかやられちゃったりとか、いろんな合併症を引き起こして運が悪いと死に至るという病気みたいです。これお医者さんが発表してる致死率なんですけども 1% から 10% っていうことで、なんかね2タイプあるみたいなんですよ。アフリカで今2つの地域でそのサル痘が流行ってて、片方は 3.5% ぐらいの致死率で、片方は 10% ぐらいの致死率みたい で今世界で流行りだしそうなのがこっちの 3.5% の方だっていう話なんですよ。死亡例はねアフリカでしかないみたいなんですけども、この 3.5% の方がアメリカだとかヨーロッパだとかに広がっちゃってるんですね。なんか26カ国って言ったかなに広がっちゃってて、で日本でも出たってことはもっと広がってるってことなんで、僕がその YouTube でねどんなものかっていうのを 2,3 日前に調べてたんですけども、その時で26カ国だから今はもう30、40行ってるんじゃないですかね。でそういう状況になってるんですけども、じゃあこのサル痘結構やばいじゃないですか。100人に3人ぐらい死ぬっていう話なんで、こっちの致死率が低い方のやつが広がってるんですけども、それでも100人に3人ぐらい死ぬって話なんで、これ結構やばいと思うんですよ。こっちの 10% の方が広がってきたら本当やばいと思うんですけども、こっちはまだ広がってないと、世界の方では。問題はねサル痘かかっちゃったりして、かかる前に予防策ですね。まず予防策はやっぱりこまめなうがいと手洗い、空気感染もするみたいなんですよ。なんでこまめな手洗いうがいが必要だと。アメリカとかそのヨーロッパの方で広がってるっていうのは、男性の同性愛者この人たちがそういう場所でね感染してるみたいなんですよ。だからやっぱり濃厚接触というか、より密度の濃い接触をすると感染しやすいんじゃないですかね。だから基本的にはコロナと対策一緒だと思いますよ、予防という意味では。だから今まで通りコロナ皆さんうがい手洗いしてたと思うんですけども、うがい手洗いをしてマスクをするっていうのが一番だと思います。実際かかっちゃった場合なんですけども、かかっちゃった場合はこれ天然痘という、今はもう日本にはない病気なんですね。で50代の人たちはこの天然痘というワクチンを打ってるんですよ。だから年が、50代以上の人っていうのは天然痘打ってるんで、これが効くみたいなんですね。日本でなくなっちゃったんで、その天然痘のワクチンを今は打ってる人がいないと。だから僕も打ってないんですよ。確かに、ね、1976年生まれとかでストップしたのかな。だから44とか5とか40代後半の人は打ってるのかもしれませんね。じゃあこのワクチンなんですけども、日本政府は天然痘のワクチン備蓄してるのかしてないのかっていうと、備蓄はしてるそうなんですよ。ただ数を言わない。なんでかっていうと、バイオテロのこの天然痘のウイルスを撒き散らしてね、バイオテロをする可能性があるということで、その公表しちゃうと、日本はじゃあそれが1000人分あるとか1万人分あるとか公表しちゃうと、それ以上に天然痘をばらまけば日本政府対応できないんじゃないかっていうよからぬことを考える人がいるかもしれないので、公表してないみたいなんですね。アメリカはね1億回分あるみたいなんですね。だから天然痘のワクチンは効くって話なんですけど、じゃあ実際かかったらなんですけど、かかったら4日以内に打った方がいいということですね。4日以内に打つとその天然痘のワクチンが効いて重症化しにくいみたいです。小さいお子さんとか妊婦の方とかは特に気をつけた方がいいということで、重症化しやすいみたいですね。だから年が年いってる人、50代以上の人とかってもう完全に打ってるんで、ほぼ効かないみたいな感じですね。僕も打ってないんですけど、ある程度の大人になってくると体力あるんで大事にはならないみたいです。ただやっぱちっちゃい子とかねかかっちゃうと大変なことになるみたいなんで、予防と、あとかかったらかかったで、すぐ病院行くっていう感じでしょうね。病院の方もねサル痘の
対処の前例がないじゃないですか。だから一応お医者さんの間ではいろいろとこういうふうにやろうっていうことは言われてるみたいなんですけども、まだ患者がね日本では1人しかいないんで、まあ、これから増えていくかもしれませんけれども、そういうことだそうです。まあ、すぐに病院に行ってっていう感じでしょうね。僕が見てお医者さんがこうサル痘について語ってる動画、僕が参考になるなと思ったやつ概要欄の方に貼っときます。まあ、僕は専門家じゃないんでね、一応その動画を見てまとめたことを今お話しさせてもらいましたけれども、まあそういうことだよと。なんでサル痘っていうのって話なんですけども、サルはあんまかかってないみたいなんですよ。で、元々サルがかかったのかな、これは。でサル痘っていう名前になったのかもしれないですけど、主にかかってるのは齧歯類、まあ先ほど言いましたようにネズミとかリスとかね、そういう齧歯類がかかってるって話ですね。だから、まあ、まずいつも通りうがい手洗いとマスクをしてっていうのが予防の基本スタイルで、かかっちゃってもその天然痘のワクチンを打てば重症化しにくいみたいなんで、コロナは最初はそのワクチンが全くない状態で始まったみたいなんですけども、サル痘はある程度対処ができるというお話をお医者さんがされていたんで、その点は安心かなとは思いますけれども、ただ一番怖いのがね、あのブツブツブツって本当すごいんですよ。画像検索していただくと分かるんですけど、なのでああいう風にちょっと なりたくないなということで、まあ、なるべくかからない方がいいんじゃないかなということで今回は終わりたいと思います。なんかこういう病気関係、伝染病ですね、特に、まあ、僕もねこれサル痘を取り上げたいなと思って昨日動画出そうと思ったんですけど、忙しすぎて最近、ね、動画出せなかったんですけど、こういう伝染病でなるべく皆さんに伝えた方がいいような予防法とかね、対処法とかっていうのはこれからねサル痘もしかすると流行っていくかもしれないんで、こういう動画は僕の方でも作っていきたいなと思います。これからサル痘流行るかもしれませんので、皆さん十分に注意してください。またこういう注意喚起の動画は多くの人のためになると思いますんで出していきたいなと思います。それじゃね。